平成20年7月21日に阿蘇田園空間博物館の企画イベントである阿蘇市を去る子内の巻温泉歌人たちの足跡をたどろうが開催されました。今回のルートは内の巻温泉街の文学散策です。昔の偉人が残した素敵な歌碑や句碑を見て回ります。インフォメーションセンターからスタートし、まず向かったのは福の神地蔵のある有働もっぽち区碑です。友下旅館には荻原清泉水種田三等家の指定区碑があります。阿蘇中央公園で吉井勇の歌碑、作詞回りもですね、人とり濡れにけり山あるの日のその夜なめで、その二つ椅子の中に、夏目漱石の200頭かと同じように道に迷ってさまよったということが書いてあります。そして与謝野博明子が宿泊したというゆかりの宿蘇山郷で写真や資料などが展示されていました。また三王閣に夏目漱石がくつろぎ五閣を眺めたとされる部屋が記念館として残されています。その後は黒川家藩の総府館の可否、満徳寺に松尾芭蕉の句碑、そしてゴール地点でもある妙行寺には夏目漱石の文学碑があります。そこで地元の方々に用意してもらった料理をいただきました。偉人が残した歌碑などに触れられた内の巻温泉文学散策となりました。